今救急車ねやり過ごしたんだけど、本当残念なジムニーさんいましたね。私は止まってて救急車をね安全に譲ろうと、赤信号からできた救急車をね安全に譲ろうと思って止まってたんですよ、左折待ってて。そしたら後ろから右折ビヨーンですよ、ジムニーさん。いやー、救急車と事故待ったなしの瞬間でしたけど、あれもう救急車の妨害しちゃうようだったら、これね自動車学校もう一回行った方がいいですよ。本当厳しいスパルタの自動車学校行って、あんな運転二度としないようなねことを学んできてほしい、運転を。いや今のジムニーさん止まらないとダメだわ、あれは。いつかね救急車の横っ腹、パトカーの横っ腹にぶつけられると思いますよ。止まれないんだもん。私が止まってて右手差し出してね、止まってますよと、右から救急車来てますよって伝えても知らん顔してピューで右折していきましたからね。いや信じられない瞬間ありました。いや本当ね、皆さん緊急車両には安全に即座に譲ってくださいね。妨害すると違反です。お気をつけて。